スカンディナビア半島は北ヨーロッパの半島。この半島はスウェーデンの主要部とノルウェーの主要部の大半、フィンランドの北西地域、そしてロシアのペチェングスキー地区を含む。スカンジナビア半島、スカンディナビア半島、スカンジナビア半島とも表記される。この半島の名前はスカンディナビアから来ており、この用語はデンマーク、ノルウェー、 スウェーデンからなる文化圏を指す。この文化の名前はスカニアから来ている。これは、デンマークの一部であった時代の半島の南端部の名前であり、現在スウェーデン領である、この地域は、デーン人の祖先の居住地であった。派生語である、スカンジナビアンという用語はまた、北ゲルマン語群を話す、ゲルマン人を指し、北ゲルマン語群は、このルド語から派生した。 方言連続体であると考えられている。現代のスカンディナビアで使用される北ゲルマン語群は、デンマーク語、ノルウェー語、そしてスウェーデン語であり、これに加えて、フェロー語とアイスランド語が、同一の言語グループに属する。しかし、フェロー語とアイスランド語は、現代のスカンディナビアの諸言語と、方言連続体にはなっておらず、相互の理解は、不可能である。 スカンディナビア半島は、バルカン半島、イベリア半島やイタリア半島よりも大きく、ヨーロッパ最大の半島である。表記の間、大西洋の海水面が大きく下がり、バルト海、ボスニア湾、そしてフィンランド湾は消失した。そのため、ドイツ、ポーランド、バルト諸国、スカンディナビア諸国のような、これらの海を取り巻く、現代の国々の領域は地続きになっていた。 スカンディナビアのチリスカンディナビア半島は、より広大なフェノスカンディアと関連がある。スカンディナビア半島は、紛れもなく、ヨーロッパ最大の半島であり、長さ1 8 5 0トル幅はおよそ3 7 0トルから8 0 5トルの間である。スカンディナビア山脈は、ノルウェーとスウェーデンの国境の大部分を規定している。 この半島は以下に示す複数の水域によって周囲から分けられている。最高地点はノルウェー領内のグリッテルティンデンで海面からの標高は2470メートルである。しかしその頂上の氷河が部分的に溶解しているため最高地点は同じくノルウェーにある2469メートルのガルフピッゲンである。これらの山々にはまた ヨーロッパ最大の氷河である、ヨステダール氷河がある。スカンディナビア半島のおよそ4分の1は、北極圏の北側にあり、最北端は、ノルウェーのケープのオールシンである。スカンディナビアの気候は様々であり、ツンドラ気候とはカンタイ湿潤気候である北部から、冷涼な西岸海洋性気候の露テン諸島北まで伸びる北西の海岸地域、 湿潤大陸性気候の中央部、そして西岸海洋性気候 CFB の南部及び南東部である。スカンディナビア半島は豊富な木材、鉄、銅に恵まれており、最良の農地はスウェーデン南部にある。北海と大西洋のノルウェー沿岸では巨大な油田と天然ガス田が発見されている。スカンディナビア半島の人口の大部分は自然の気欠として、 南部の農業地域に集中している。半島の都市は大きな順に、スウェーデンのストックホルム、ノルウェーのオスロ、スウェーデンのヨーテポリ、スウェーデンのマルメ、そしてノルウェーのベルゲンがある。スカンディナビア半島の起伏地図スカンディナビア半島は安定した非常に古い地殻の一部で形成され、結晶編成岩によるバルト縦上地の一部を成している。地殻を覆う土壌の大部分は、 古代の氷器に氷河によって削り出されたものであり、特に北部スカンディナビアでは、バルトタテ上地は、地表面に近接している。この氷河による土壌の侵食、冷涼な気候のため、比較的狭い範囲しか農地にはならない。氷河時代の氷器の間はまた、多くの谷川が深く刻まれた。そして氷が誘拐した時そこに、海が入り込み、 ノルウェーの特筆すべきフィヨルドが形成された。半島の南部ではこの氷記の氷河が数多くの堆積堤を生み出し、非常に混沌とした景観を構成している。これらの堆積堤は現代のデンマーク全域を覆っていた。バルト建て上地はおおむね地質学的に安定し、ゆえに隣接する地殻の作用から影響を受けづらいが、氷記の間の厚さ4キロメートル近い氷の 重量によりスカンディナビアの全地形が沈降しており、その氷が消失した時、バルトタテ上地は再び隆起した。この隆起は一世紀あたり一メートルの割合で、現代まで続いている。逆に南部ではこれを補うために沈降する傾向があり、低地諸国とデンマークの洪水の原因となっている。結晶変成岩の地盤と土壌の欠如によって、多くの土地で、鉄、銅、 ニッケル、鉛、銀、そして金の鉱石の交渉が露出している。これらの中で最も貴重なのは、スウェーデン北西部の鉄鉱石の交渉である。19世紀、これらの交渉によって、スウェーデン北部から、ノルウェーのナルビク港までの鉄道路線の整備が、促され、これによって、鉄と鋼に精錬するため、鉄鉱石を船で、スウェーデン南部、ドイツ、イギリス、そして、 ベルギーへ輸出することが可能となった。この路線は、ノルウェーとスウェーデンの地方にあるが、スカンディナビアのその地域の非常に起伏の激しい地形、山脈、フィヨルドのため、他の路線はない。スカンディナビア半島南部とデンマークにおける人類の存在を記す、最初の記録は12。例年前のものである、氷河からの氷床が交代するにつれて、 ツンドラの生物群系の生息が可能となり、これがトナカイのカリウドたちを引きつけた。気候は徐々に温暖になり、最初に上緑樹が生育しやすいようになり、続いてオーロックスなどの動物をもたらす落葉樹の森が広がった。カリウド、漁夫、最終者の一団は中石器時代からこの地域に住み始め、農業が始まる新石器時代まで居住していた。 半島北部と中央部の一部には、サーミ人が住んでいる。彼らはしばしば、ラップ人、ラップランド人とも呼ばれ、南部の居住から数千年後に北部に到達した。彼らは、記録に残る最初期の時代には、北極とアカンタイの地域に居住し、さらに、スウェーデンのダーラナ地方の遥か南、半島の中央部も占有していた。彼らは、サーミ語を話す。この言語は、 インドヨーロッパ語族ではなく、ウラル語族であり、フィンランド語やエストニア語と関係がある。ノルウェー西岸のノルウェー人、現在のスウェーデン南部及び、西部のデン人、メーレランコ周辺地方とさらに現代の、スウェーデン東海岸の大部分にいた、スウェード人、そして、ベステルイエートランド地方とエステルイエートランド地方にいた、イエート人などが、各地の最初の居住者である。 これらの人々は、インドヨーロッパ語であるコノルド語と密接に関係した方言を使用していた。政治的境界線は移動しているが、彼らの子孫は21世紀初頭においても、スカンディナビア半島の支配的な住民である。スウェーデン・ノルウェー連合王国の政治的境界線、北欧諸国は1000年以上の間、個別の政治的集合体として歴史を過ごしているが、 国家間の国境はそれに遅れて徐々に明確化された。17世紀半ばに初めてスウェーデンはカテガット海峡の安全な外交と南のバルト海沿岸の支配権を得た。スウェーデンとノルウェーの国境は最終的に1751年に確定された。スカンディナビア半島上のフィンランドとノルウェーの国境は1809年の広範な交渉の後確定された。 そして、ノルウェーとロシアの共有地は1826年に分割された。それでも、なお国境は流動的であり、1920年にフィンランドはバレンツ海へのアクセスを得たが、この地域は1944年にロシアに割上された。デンマーク、スウェーデン、そしてロシア帝国は数世紀にわたり、 スカンディナビア半島の政治的関係を支配し、アイスランド、フィンランド、そして、ノルウェーは20世紀の間にようやく完全な独立を得た。ノルウェー王国は、ナポレオン戦争の後、スウェーデンの手に落ち、1905年に完全独立、したに過ぎない。1809年から、ロシア帝国で自治を行う、大公国であったフィンランドは、1917年の、 ロシアイスランドはデンマークがナチスドイツの占領下にあった1944年にデンマークからの独立を宣言した。アイスランドの独立はナチスの侵略からアイスランドを守っていたイギリス軍とアメリカ軍によって干渉された。ドイツ国防軍は1940年にノルウェーを侵略し、 1945年まで、ノルウェー全土を占領下に置いた。スウェーデンの黙人の下ドイツの軍隊は、スウェーデン領を通過して、ノルウェー北部へ移動し、ドイツの同盟国となったフィンランドへ入った。1941年の春、ドイツ軍とフィンランド軍は共に、ソ連へ攻め込んだ。フィンランド共和国はソ連に対して、怨恨を持っていた。赤軍が冬戦争。 1939年から1940年においてフィンランド南東部を侵略しフィンランドから広大な領土を奪ったためである。スウェーデンは第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、そして冷戦において中立国であり続けた。2013年現在もその中立政策を維持し続けている。1945年にノルウェー、 デンマーク、そしてアイスランドは国際連合の創設メンバーとなった。スウェーデンはすぐ後に国連に加わった。フィンランドは1950年代に国連に加わった。最初の国連事務総長トリグブリーはノルウェー国民であった。二代目の国連事務総長ダグハマーショルドはスウェーデン人であった。このようにスカンディナビア半島の人々は20世紀の間。 国際問題に大きな影響力を持っていた。1949年、ノルウェー、デンマーク、そしてアイスランドは、ドイツ、ソ連、そしてあらゆる潜在的侵略者から自国を守るため、北、大西洋条約機構の創設メンバーとなった。この3つの国は2011年現在も、NATO のメンバーとして残っている。スウェーデンとフィンランドは1995年に、 ヨーロッパ連合に参加した。だが、ノルウェーは EU に参加していない。ありがとうございます。